です。でもこう見えても親らしいことするんです。教えてやりました。テストが始まったら、試験が始まったら、分かりやすい問題から先に解けて教えてやりました。要は要領です。分かりやすい問題から先に解けて教えて親らしいことするんです。テストの当日です。娘が帰ってきました。娘に尋ねたら娘が言いました。簡単な問題が一問もなかった。明るく陽気に行きましょう。親らしいことするんです。こう見えても成績を上げようと思ったら、クラスの頭のいい成績のいい友達と付き合えて教えてやりました。要は環境が大事だという話です。人間は環境に左右されます。娘は素直に聞いて、クラスの頭のいい成績のいい友達と付き合ってました。しばらくしたらどうでしょう、その友達の成績がどんどん下がりました。あんな奴もいたなと、必ず僕のことを思い出してください。何の役にも立ちません。